はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということで本日はチャレンジメニューを挑みに群馬県高崎市に来ております。本日訪れておりますのがカレーハウスインド屋さんということで、こちらではですね、高崎のご当地メニューの一つになりますかね、高崎チーズカレー発祥のお店ということで、もうお店もですね、昭和58年創業ということで、数十年ねこの高崎の地で愛されている人気店なんですけれども、こちらにチャレンジメニューがあると。今回挑ませていただきますのがインド屋テラカレーという、3キロの重量で制限時間が20分というチャレンジメニューなんですけれども、まあ、僕らにとってはですね、3キロ20分大丈夫かなということでですね、スピードもしっかりと、競いつつというか、挑みながらも、せっかくですからね、チャレンジ終わった後にその名物となるチーズカレーですね、そちらもいただいていこうかなと思っております。ということで本日のチャレンジメニュー到着しました。こちらがテラカレーということで、いろいろとご説明をしたいんですけれども、出来たて熱々のまま早速チャレンジに挑戦したいと思います。では行きます。はい、3、2、1、スタートです。いただきます。いただきます。よいしょ。最速は目指したいんですけれどもね、綺麗に写したいので、ちょっと食べにくいですがこの向きで。めちゃくちゃうまい。この後味わうのでガチでいくね。あって、うまいな。うん、コロッケがやばかった今。まんま。
そしたら今ですね、ちょっとあらかた揚げ物は食べ終わったので、食べやすい方向に回転させていただきます。様でした。おい、熱っ。ということで、ただいまですね、このチャレンジメニュー完食させていただきまして、残り時間8分と32秒ということで、11分28秒かで完食させていただきました。ごちそうさまでした。うまい、めちゃくちゃうまいわ。ちょっとこれは焼きカレー頼もう。ミート焼きチーズカレーを一つで、今ミートの在庫がない。あ、はい。ちょっとですね、僕の来店時間がどうしてもこのチャレンジに挑むので昼ラストだったんですよ。だから最初ね、注文したミートが品切れになったんですけれども、ちょうど今キーマの仕込みが終わったばかり、出来たてがあるということなんで、ちょっと焼きチーズカレーはキーマに変更させていただきました。
本当の全部できたてだ。あります、うまそう、ね、いただきます。ということで本日で最後ですね、ゆっくりと並盛りメニューということで、絶対うまいな。いただきましょうか。いただきます。いやーこうわ、うまうまいな。カレーのスパイスでキーマの肉感で、ベッド入っているコーンの甘みだったりとか、そこにかかるこの焼きチーズね、たまんないっす。うまい、うん、あ、ありますいただきます。ちょっとクラッシーもいただいたんでね、スパイスカレーにはこれですよね。あ、うまっ、うん、うまっ、うん、うまかった。ああ、うまかった。改めてごちそうさまでした。はい、ということで本日はですね、この群馬県高崎のご当地メニューとなりますインド屋さんのチーズカレーですね、元祖チーズカレー、チャレンジメニューから通常メニューまでね、いろいろと楽しませていただきました。なんでね、急がなきゃいけないんだろうっていうぐらいやっぱり最高のカレーでした。今日はですね、チャレンジ撮影ということで、来店も2時ぐらいにね、来させていただいたんですけれども、お客様もたくさんいらっしゃいまして、やはりね、地元に根付いた人気のメニューなんだなと、思いました。ぜひ皆さん、この群馬県高崎市に来た際にはですね、このインド屋さんの元祖チーズカレーですね、食べに来てみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、お腹いっぱい。